基地付近です。さあ、到着しました。フレックス、ハイエースベース。お、なんか可愛い子ちゃんが運転している。案内を終了します。運転、お疲れ様。皆さんこんにちは、池さんです。今回の動画は天然パーマキャンピングトレーラープロジェクト第2弾。今日はこちらに来ています。てってれー。フレックスハイエースベース埼玉、こちらにお邪魔しております。なぜ今日こちらにお邪魔しに来たかっていうと、キャンピングトレーラーって要は後ろからトレーラーをね引っ張るんだけど、引っ張るにはさ、引っ張るための装置がついてないといけないんですね。ご覧ください。僕のハイエースにはなんとこの引っ張る装置がついてないんですね。この引っ張る装置のことをヒッチメンバーって言います。今日はね、このヒッチメンバーを取り付けてもらうためにフレックス埼玉ベースさんにお邪魔しております。池さんのハイエースも実はフレックスで購入しておりますので、お世話になってますフレックスさんですけども、今回はこのヒッチメンバーのね取り付けお願いしたいと思っております。この今から取り付けるヒッチメンバーについての予備知識なんですけども、もちろん今回も天然パーマのハイエースブレインゴンダマンに相談しましてね、いろいろと教えてもらいました。どうやらこのねヒッチメンバーっていうのは、引っ張るトレーラーの重さに合わせて4種類、4段階ぐらいねグレードがあるんですね。で、僕は今回、750キロのキャンピングトレーラーを引っ張るので、その中でも ABCD あるうちの D グレードっていう一番ね重いもの引っ張れるタイプのヒッチメンバーっていうのを選んでもらいました。もうちょっとねライトなやつにしてもいいらしいんだけども、我が家はご存知の通り、小さいねちびっ子たちを乗せて旅をする一般ライファーなので、ここはね、一番ね安全性の高いものを選ぼうということで、2トンかな2000キロまで、許容できるタイプのヒッチメンバーっていうのを注文しました。早速今から取り付けてもらいに行きたいと思います。行ってみましょう。 Here we go。 さあ、こちらが今回取り付けてもらうヒッチメンバーになりますね。ソレックスというメーカーのヒッチメンバーになります。開けてみましょう。てってれー。さっぱりわかりません。何がなんだかさっぱりわかりませんね。金田さん、はい、金田さん今日は足だけの出演です。よろしくお願いします。これを、はい、僕のエースケの後ろの下側に取り付けることで、ね、キャンピングトレーラーが引っ張れるようになると。そうですね。なるほど。これは資格がある人が取り付けなきゃいけないやつですか。いや、基本的に取り付けするときはそんな資格はいらないんです。なるほど。例えば僕みたいな素人でもつけられるやつ、はい、つけられなくはないですけど、はい、めちゃめちゃ大変。はい、そう思ってお願いしに来ました、はい、完全にフレックスさんにお願いしようと思っております、はい、よろしくお願いします。ピットに入ってまいります。いわば手術室みたいなもんです。早速始めていただきましょう。楽しみです。こちらがピットですね。今いくつもの車がメンテナンスカスタムやられております。僕の車は今ここに待機中。当然ですけどもハイエースのスペシャリストメカニックの人たちが担当してくれてます。作業は後ろ側で行っていただきます。よろしくお願いします。取り付け担当いただきますメカニックの方です。よろしくお願いします。さあ、出てまいりました。ヒッチメンバーはこの主要3パーツですね、これから構成されています。でね、この一個一個がすごく重たい。俺片手で持てないぐらい。こいつもっと重い。これ一番外後ろ側に見えてくる部分かな。やっぱね、1トン弱のトレーラーを引っ張るわけなので、やはりそれぐらい剛性がないと危険です。やはりキャンピングトレーラーぐらい重たいものを引っ張るときは非常に剛性の強いねヒッチメンバーを取り付ける必要があります。ソレックスですね。これつけるだけでケツがものすごい沈んじゃうんじゃないかな。ドキドキするぐらいの重さです。もう一個出てきた。これはボールがくっつくんですね。これがトレーラーと連結するヒッチボールって言います。
これ連結するトレーラーがヨーロピアンかアメリカンで、このボールの径がね違うそうなんですよ。なのでその引っ張る方がこのボールの径がいくつかっていうのをちゃんとね前もって調べて用意しとかないといけないと。さあ全部パーツが出揃いました。これが、引っ張る部分のための器具ですね。ヒッチメンバー一式です。さあ早速始まります。あ、テールランプ外すんだ。あ、そっかそっか、配線取り出すからだ。なるほどね、ちゃんと養生してくれます。丁寧親切作業。いちいちうるさいけど気にしないでいいからおしゃべりが得意なチャンネルなんで。うるさいよ、いちいち。テールランプ外します。こっからヒッチに送るための信号線を取り出すからですね。渡辺さんは作業は見られてると燃えるタイプ燃えるタイプということで。あ、見られてると燃えるタイプさんです。さあ持ち上がります。僕のエスケが、ね、このでっかい巨体が軽々と、軽々と、よいしょ。フレックスでこのヒッチメンバーの取り付けって結構注文ありますか？そうですね。もう慣れたもんすね、じゃあね。はい。どういう人が多いですか？やっぱりトレーラー、キャンピングトレーラーを引く人が多い、それともジェットとか引くトレーラー、カゴ、バケットみたいなやつ。はい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 。あれをこうつけたいって。なるほどなるほど。最近増えてるそうですね。空に上がります、空に上がります。2階へ参ります。後ろ側のリアバンパー外してます。リアバンパー外します。さあリアバンパーが外れました。こいつがここにくっつくの？そう、この穴にこうボルトが上から来て。ああ、なるほど。でこう下からこう、ああ。で、止める。なるほど。これが、ここと、ここにつくと。はい。こいつが、ここにくっつくわけですね。この穴、それから、この穴を使って固定するそうです。どうしたらいいですか、金田さん。僕のサビ。すごいですね。見てよ。やばい。こんなところサビるやついないでしょ。そうだ。あと、このキャッチ、はいはい、の部分も、がっちり錆びてて。まあ、でも、これでもね、耐久性ありますから、ハイですよ。強い？なかなか壊れない。でも結構ぶつけてる、俺。いやーね、ほんとね、大事にしないと。思い出。思い出、思い出。思い出は振り返るものじゃない。作っていくものだから。あー、顔映しちゃった。名言集。さあ、手術です。さあボスがお手伝いしてくれます。そこを切ってあげないと取り付けができない。あのフレームの土台が変な。じゃあこれは俺の車に限らずハイエースはみんな。いや、ヒッチメンバーの。なるほど。切ったところが鉄むき出しになっちゃうからスプレーを当ててあげる。塗装が出たところから作業します。細かいケア大切。マシーンでグラインダーがあります。今これですね、この加工をしてもらってます。さあ主要なパーツを取り付ける段階に入りました。これがしっかりついてないとボロンと落ちてきちゃうのね。テンションの軸をまたいで取り付けるのね。このような感じ。
さあ取り付けまーす。結構ありますよね。いいですね。さあうまく入りますように。あ、動いた。意外とこのボルトナット3つで止められてるって意外と簡単なんだなって思っちゃったりして、全3つで止まります。もうこれぐらいね、がっついやつでしっかりとフレームから取ることで、まあ、2トンまでのトレーラーハウスを引っ張れるぐらいの剛性を取れるということですね。あとは現場合わせの加工がどうしても出てくるので、やっぱいろんな道具が揃ってないと一筋縄ではいかない。もう一気にヒッチメンバーっぽい絵面になってまいりました。がっちり組み上がりました。最後やっぱトルクレンチで、もう緊張しまう、うんうん、バランスやはり大事なのは、トルクレンチを使って均等な力で締める。ガッチリ増し締め完了。ちょっと説明いただいていいですか。これ通常はトレーラーからこの線が来てここに刺すんですけど、うん、今回ヒデさんが導入されるは、うん、アメリカ式じゃないタイプなので、うんうん、変換を今回用意してもらったんですけど、これが変換プラグ ね、 そうですね。11ピンが13ピンになるそうですね。これ自体はアメリカ式、アメリカです。 US 方式、 US 方式で、はい、中が、はい、なってるんですけど、はい、で今回そのトレーラーの方が、はい、ヨーロッパ方式、ヨーロッパ方式逆に、あ、変換しなきゃいけないので、なるほど、はい、通常使うことですね。じゃあ ここまでで今回完成だ。そうですね。なるほど。配線カプラー、ここからヒッチの方のカプラーを差し込むことで、ブレーキランプとかウィンカーがトレーラーと連動すると。必須ですからね、これ。あ、裏を通して、裏を通して、今こちら。純正でここにこう穴がついてます。こいつを中を通せば、水もなるべく通らない。なるほど、なるほど。こういう場所を知ってるのはやはりハイエースを毎日毎日カスタムをされている埼玉ベースならではの仕事ね。ここまで出てきました。さあ配線終わりまして、テールランプが戻り、そしてリアバンパーが戻ったところで、てってでー、完成しました。何の違和感もなく、ヒッチメンバーがここに装着完了。鮮やかな作業で取り付けてくれた新井さんです。大変でしたか？ちょっと大変でした。ちょっと大変でしたね、いろいろと。実際はボルトオンというわけにはいかず、やはりある程度ね、少し加工をしないと、そのままではさすがに見込めない場所がありました。なのでこれはもうそういう専用の工具を持ってないと現場で対応するっていうのはね、すごい難しいなっていうのを今日もうずっと作業を見てて分かりました。ましてや1トン近いものを引っ張るための器具なので、素人が取り付けて何かあったら怖いんで、やっぱこれはねプロに頼みたいところだなと思います。がっちりこのフレームから取り出して、このようにジョイントされています。こうですね。そして最後はマフラーが当たってしまったので、吊り下げのゴムを長いものに交換していただきます。はい、これでマフラーもどこにも触れてない、安心安全。結構硬いゴムなんで動くことはないんですけど、うん、一応このタイラップでこの動き防止みたいなやつ置くんで、こっちに抜けたりしないように。ああ、なるほどね。こっちに行っちゃうと当たっちゃう可能性がある。うんうんうん。あ、これがすが
ずれないように今タイラップでしっかりと固定まで、きめ細かい気配り、こういう細かいところまで行き届くサービス、それがフレックス埼玉ベース。以上で完成でしょうか。ありがとうございました。メカニックの新井さんでした。さらにですね、こいつですね、こいつがガシーンとついて、これで引っ張ることができるようになります。これはね、まだね、仮止めです。なぜならもしかしたら上向きになるかもしれないし、下向きになるかもしれない。これは現車を見てから合わせなくちゃいけないので、当日現場で合わせようと思います。いいね、いいね、いいね。バックスタイルに。これがまあメッキ塗装だとさらに目立ってかっこよかったんだけども、もうこれはね、黒しかしようがないのでね、こういう風になりましたが、まあこれかなり渋く、ここからキャンピングトレーラーが繋がるのが楽しみです。最後に、フレックス、はい、オリジナル、キャンピングカー、はい、ご紹介させてもらおうと思います。見せていただきましょう。早速お願いします。はい、フレックスのキャンピングカーシリーズモビーリックですね、はい、今年からかなり力入れて販売をさせていただいてます。モビーリックシリーズ、ハイエースの専門店ということで、ハイエースを知り尽くしたプロたちがですね、自社生産で北海道の工場で、自社生産している車両になります、はい。こちらにあるのが、うん、ベース車両がナローハイルーフのキャンパー特装車になります、はい。なるほど。で、こちらモビリック、はい、SH02 っていうタイプですね。つまり01もあるってことね。あります。今回は02を紹介していただきます、はい。今日はディーゼル 4WD ご紹介いただけると。はい、はい。外装に関しては、はい、フレックスオリジナルのフロントスポイラーから、はい、アルミホイール。アルミホイール、はい。あ、僕のと一緒ですね。そうですね。これ一番かっこいいやつです。で、車両4駆なので、はい、1インチのローダウンもこちらしてあります。ああ、すでにね、少し低めに、はい、されてると。少しこう、ローダウンして見えるように、うん、フェンダーですね。こちらもオリジナルの。なるほど。フェンダーも取り付けした。これですね、はい。これをつけることで、少しさらにローダウンしてる風に見えるってやつですね。そうですね。これかっこいい。はい。車内こちらになります。はい、てってれー。おっと。で、こちらの車両なんですけど、はい。背面で、席が設定されていて、うん、はい。3人3人乗れるので、うん、乗車定員8人。前2席の後ろ6人、はい、8人。そうですね。これ実は僕の中では結構重要で、はい、僕貨物1ナンバーなので、はいはい、5人しか乗れない。ところが、はい、意外とおじいちゃんおばあちゃん来た時に、あ、そうですね、乗せられないっていう苦しさがあったりとかしたので、はい、実は意外とね、ハイエースなのに8人乗れないっていうのは結構残念な仕様だったので、はい、こうなることでバッチリ後ろだけで6人乗れます。で、対面で座れるんでね、おしゃべりも弾みながらドライブができる。そしてハイルーフなので、もう大人も立てますね、これ ね、 170センチぐらいなら、はい、素晴らしい。で、キャンピングカーなので、はい、車内ですね、この断熱の方もさせていただいてますし、しっかり、はい、はい。で、装備としては冷蔵庫ですね、はい、エンゲルの冷蔵庫を搭載しております。40リッター入りますので、かなりいっぱい入ります。あとはまあシンクもついてますので、はいはい、まあ、小さめではあるんですけれども、うん、洗面から調理まで様々使えるようについて、タンクは何リットルですか。タンクは10リッターになります。はい、給排水、給排水ですね、はい。で、あとは収納があって、はい、車両装備としてはコンロも、あ、これでね、キャンピング登録、あ、なるほどなるほど、火も使えますよと、はい。で、小物もたくさん入る。こういうね、小物入れ、しかもちゃんと飛び出し防止になってるっていうのがデフォルトになってるのは、ね、やっぱりキャンピングカー屋さんにお願いした車じゃないとなかなかできてない、はい、ね、いい仕様ですね。この車は一応オプションの FF ヒーターも搭載しているようなです。オプションで、はい。あ、これもうついてるんですね。そうですね。はい。またサブバッテリーシステムもこちらは搭載してますので、はい、こんな感じでエンジンを切った状態でも照明から、はい、こちらにありますけれども、コンセントのコンセントも USB も使えるという状態ですね。どのぐらいのバッテリーが標準でついてるんですか。行きがけでした。はい、わお、バッチリ。で、1500ワットのインバーターもついてるので、はい、はい、ああ、すごい。
で、電子レンジも使えちゃうぐらいの容量ですね。はいはいはい、もうじゃあこれだけ容量あれば十分だね。かなり、うん、ゆとりがある。2日間ぐらいはいけちゃう。へぇ。走行充電もついてるので、はい。ああ。しっかりと充電も。なるほど。ベッドの就寝定員は何人になりますか？こちら一応3人というふうになっております。なるほど。ですが、まあ、大人2人でゆったりも寝れるかなっていう感じですね。うん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 、まあ、ちっちゃいお子さんだったら余裕で3人。縦に寝させれば4人家族でも行けますよと。ハンパー特装なので、はい、まあ、車が入ってくると、もうここから後ろは何もないドンガラで入ってくるので、うん、もうすべてうちの方で天井もそうですし、作られて。サイドもそうですね。はい、断熱の方をさせていただいているのと、うんうんうん、ハンパー特装の特徴が窓が2つついてるっていう。ああ、本当だ、本当だ、はい。これも大きな特徴になります。ああ、これはでかいです。後ろが開くっていうのは、かなり使い勝手いいね。はい。さあでは気になるお値段の方をチェックしてみましょう。一体この車いくらなんでしょうか。 How much? 619万8000円からのもうその場のご商談によって。ああ、なるほどね、はい、ここは私たちね買う側の馬術でね、はい、そうです。なんとかフレックスさんを口説くという形で少し交渉できるんじゃないかと思いますが、特徴的なのが、はい、キャンピングカー注文すると大体やっぱり1年待ちとか、ね、そうですね、待ちが多いんですけど、はい、フレックスはもう展示してあるのも速納車なので、はい、最短2週間で納車できますので。最短2日ですって。ああ2週間間違えた。2週間あれば、はい、作ってくれちゃう。はい、大体平均的には1ヶ月1ヶ月、それでもやっぱ3週間くらいも納車されば。へー、すごい、はい、追加オプションで欠品がなければ、うん、そのまま登録もさせていただいて、なるほど、最短2週間で。すごい、今だって新車買ったらね、はい、長ければ2年、3年待ちっていうのが、キャンピングカーそうです ね、キャンピングカーだとザラだって言われてる中で、こちら、最短2週間で納車可能。じゃあもうあれだよ、今買ったら、はい、夏休みに間に合う。間に合います。間に合うって、すぐ買ってください。まあ、この動画が夏休み後に出ちゃうかもしれない。遅いな。フレックスさんの、オリジナルキャンパー、モビーリックです。これからね、たくさん、見かけるような車になると思いますので、乞うご期待。モビーリックでした。フレックスハイエースベース埼玉はですね、ピットも完備しているので、こちらで整備ね、メンテナンス、それから車検なんかも受けられるそうです。で、こちらがショップとなっております。ちょっとショップの中を入ってみましょうかね。ショップの中に入っています。このような感じですね、ハイエースフリークにはたまらないハイエースのいろんなパーツが取り揃えられています。もうないものないんじゃないかってぐらい細かいものから大きなものまで説明が雑、いろいろありますね。このねテールランプ一つとってもこんだけ種類あるんですよ、フレックスオリジナル。それからスタビライザー系ですね、足回り。インテークっていうらしいですよ、俺。かっこいい音が出るみたい。それから、ライジのシートとかね、これつけてみたいな、俺も。カウンターでゆっくり外を眺めながら休憩もできます。こんなスペースになってます。ピットで修理とかね、それからカスタムお願いしてる間は、ここでゆっくり。涼しいところで休憩して待っていられるそうなんでね。 Dude, that father is 10 年permed!